皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客で先生が自社ホームページを作るべき理由とはということについてお伝えしていきたいと思います。教室の先生は、集客いろいろな手段でやられている方がいらっしゃると思うんですけれども、メインでやっているのが、やっぱり手軽な SNS 系の、そうですね、最近で言うと、インスタグラムとかが多いのかなっていう印象はあります。で、昔から王道のもちろんブログ、アメブロとかもありますけれども、私が教室をやっていた時代よりも、SNS のメディアとかもですね、非常に増えているんですよね。だから結局何をやっていいのかわからない、どれをどういうふうに効果的に使っていったらいいのかわからないっていう方が、最近特に増えてきているような感じがします。で、特にオンライン化っていうことで、オンラインがなされているこの時代においてですね、ネット集客っていうのは基本中の基本になるんですけれども、その中でどこを抑えなくてはいけないのか、特に私の場合にはホームページを軸にした集客っていうのは以前からお伝えしていて、でかつこれは中長期的にやらなくてはいけないので結構面倒なんですよね。でやらない方が多いということで、今一度ですね、どういうふうに組んで考えていくべきなのかということをお伝えしていきたいというふうに思っております。はい、それでは本題に入りたいと思います。まずですね、そのホームページっていうのは、自分の授業の中でどういう位置づけになるのかというお話なんですけれども、ホームページっていうのはですね、自分の分身であると同時に、自社メディアと言われる領域のものなんですね。皆さん自分で更新してるから、インスタグラムとか、例えばフェイスブックとか LINE とかいろいろありますけれども、あれって自社メディアではないですからね、他社メディアになります。そうすると、他社がじゃあ何かの都合で、あまり考えたくはないんですけど、例えば倒産するとかですね、そういったことが起こった場合においてはですね、自分の築いた財産とかお客さんのリストとか全部なくなるんですよね、その瞬間に。なので便利に使うのは全然問題ないんですけれども、自社メディアの中でそのリストというか内容というか状態を保存しておく必要があるんですよね。で、自社メディアの一番最たるものっていうのが、ホームページになるわけなんですよ。で、自社メディアのホームページを、以前よりは作る先生も増えてきてるんですけれども、それでも作らない方が多いんですね。それはなぜなのかっていうと、ハードルが高いと思われているからです。実際にハードルは高いんです。ホームページも自社ホームページっていう風になるとですね、例えばワードプレスとかで作っていくとかっていうのもあるんですけれども、ワードプレスで作るような場合には、少しちょっと専門的な話をすると、サーバーっていうのがレンタルで借りることができて、でそこにドメインって言って自分のホームページとかの URL を、借りるというか取得して、年払いでお金払っていくんですけどね、サーバーの方は月々払いで払っていきます。だいたい1000円ぐらいが相場ですね。安いの500円とかもありますけど、500円から1000円ぐらいで、ドメインはだいたい1000円ぐらいから、私は jp.co.jp っていうのだとだいたい3000円から4000円しちゃうんですけど、法人用だとね、そういうのを使いたいなと思うと、そういう価格を払うわけなんですけれども、それをもってシステムのワードプレスというのを入れて、でそこにワードプレスの空っぽっていうかシステムを入れただけなので、どういうレイアウトにするかっていうのは、だいたいテーマと呼ばれるテンプレートを買って入れたりすることが多いんですよね。
なので、まあ、大変なんですよ。ちょっと専門知識が必要っていう感じで。で、ホームページも例えば Wix とか Jindoo とかね、あって独自ドメインを取るという方法とかもあるんですけれども、基本的には無料でできるものって結局他社メディアと変わんないんですよ。だからホームページを作ってる風で、やっぱりその会社がどうにかなっちゃったら、一瞬でその内容が消えてしまうっていうものなんですね。だから危うい感じなんです。なので、ホームページはですね、中長期的に経営を安定させたければ、まあ、必須、作らなくてはいけないものなんですね。で、特にですね、コロナ禍においてオンラインに皆さんがシフトしたことによって、ホームページをきちんと作ろうという人が増えたんですよ。まあ、だからますますこう探されにくくなっちゃうっていうのもあったりとかですね、そのホームページそのもののご自身が作る知識がなくても、まあ、作ってくれる業者さん、まあ、値段もピンからキリです。本当にピンからキリなんですよ。だけど結局売れるホームページを作れなければ集客できないことになってしまうので、自分が最低限の集客の知識を持った上で業者さんと打ち合わせするっていうのが、まあ正しいやり方かなっていうふうに思うんですよね。ですから業者さんとやり取りをする上においても、ホームページをどういう配置にして、どういう見せ方にして、どういうものをどこに置いて、どういうふうにブログを更新していったらいいのか、そのホームページの中にブログを更新するっていうこともできるのがワードプレスのいいところなんで。CMS っていう仕組みをね使ってるんですけれども、まあ、その仕組みそのものは別に覚えなくてもいいです。要はブログを自分の自社ホームページの中に自分のブログをどんどん貯めていくことができるというのが一番のメリットなんですよね。そうすると、まあ、何かその他の会社の事情でそれが倒産したとかいうことなく、自分でそれを保有することができるので。もちろん、そういうふうに運営してても、海外からの悪意がある人の、サーバー攻撃とかホームページへの攻撃とかっていうことで、セキュリティ対策とかバックアップを取っておくとか、そういうことはしなくてはいけないんですけどね。いけないんですけれども、まあ、それでも他者リスクよりは少ない感じなんですよ。で、SNS で集客はできてしまいます。基本的にアメブロ集客とか Facebook 集客とか Instagram 集客とか、何かの特定のツールに頼って集客をするっていうのはできてしまうんです。だけれども、できてしまうんだけれども、そればっかりをずっとやってると結局ね、財産が残んない感じなんですよ。来てくださった方はもちろんミストとか言って、名前とかね、いただけるから大丈夫なんですけれども、じゃあその後ね、接触の機会設けたいからって言って LINE に登録をしてもらうとか、そういうのもね、全然問題ないんですよ。全然いいんです。いいんだけれども、結局 LINE も他社メディアなので、何かあった時に一気に全部リストがなくなっちゃうんですよね。だから自分のところで保有できるような状態をしっかり作るっていうのは、まあ、結構必要なことかなというふうには思っています。ですので、他社メディアを使ってリストを取っている時には、まあ、定期的にですね、メールアドレスとかをダウンロードしたりとかですね、LINE とかだとごめんなさい、できないですね。メルマガとかだとね、それができたりとかするので、そういったことで、不測の事態に備えるっていうことをしてでも、お客様と連絡が取れる状態を作っておくっていうのはとても大事なので、中長期的な戦略として、まあ、ホームページ作りっていうのは必須の条項になります。で、ホームページがあるとですね、まあ、お客様、生徒さんもそうだし、あと法人の方からも信頼されるので、例えば本を出したいとかですね、講演をしたいとかっていうのが仮にあったり、あとマスコミに出たいとかっていうのがもしあったら、やっぱホームページ持ってないと結構きついです。はい。じゃあホームページはいきなり作れるのかっていうと、作るのは簡単か、簡単って言ってはあれだな、作ることはできます。できるんですけれども、育てないといけないんです、ホームページって。
育てるというのはどういうことかっていうと、作った後修正と改変を繰り返しながら、まあ、最適化をしていく。最適化っていうのはそのお客様が集客しやすいように言葉を変えたり写真を変えたりいろいろとキーワードを変えたりとか手を変え品を変え、それでずっと育て続けて、例えば1ページ目に上がるとかね、検索をされた時に、そういうふうにすると自動的に見てもらえる確率とかが高くなっていくんですね。ですからその自分が作った、まあ、ホームページとかも手を入れ続けないと、これ業者さんに作ってもらっても一緒です。手を入れ続けないとホームページで順位がどんどん下がっていってしまうので、ある特定のキーワードで検索された時にですね、順位が下がっていくということは結果として見つけてもらいにくくなってしまうということになるので、手は入れ続けなくてはいけないんですよ。じゃあどれぐらいになったら手離れするのっていう話なんですけど、3年は手を入れ続けたい感じですね。はい、ちなみに私パン教室でアトリエリブラっていうものをやっていて、アトリエリブラって今調べてもらっても構わないですが、このねビデオを撮ってる時点では、まあ、1位2位3位とかそのあたりにはだいたい1位にはもういないか、横浜天然酵母パン教室っていうので出してくると、まあ、1ページ目にはだいたいいるはずです。これは私4年も更新してないページです。だけれども過去に作った記事とか、過去にきちんとそこの中に入れ込んでるキーワードとか、そういったものが有効に働いているので、それによって集客をし続けてきてくれるっていう状態のページができてるんですよ。で、私今コンサルをやっているので、もともとパン教室はコンサルをやるために教室を立ち上げて運用してたっていう背景があるので、そのパン教室自体をずっと続けるつもりでやってたわけじゃないんですが、当然皆さんにホームページをどういうふうに作るのかとか、どういうふうに集客するのか、 SNS とどう絡めるのかもう全部含めて教えるので、まず自分がやる必要があったんですね。なので自分で作ってホームページを手を入れ続けました。やっぱり3年ぐらいで、その後だから放置状態が続いていても、順位1回上がった順位と、あと当時そんなにやってる方が多くなかったんで、でそれによって来ている人たちとかも、まあ、満席状態を続けることができてっていうことができていたので、ホームページはですね、手を入れて集客できるようにきちんと育ててしまうと、確かに手は入れ続ける必要はあるんですが、ある程度放置しててもお客さんを運び込んできてくれるんですね。でさらにそれが足りないところで SNS を使ったりとか、ホームページだけでは伝えきれない魅力とか、まあ、そういったものを補完的に集客に使うために、動画だったら YouTube とか、ブログだったらアメブロも使ったりとか、もちろん自社ホームページの中にブログを更新していくっていうのが一番いいんですよ。で、Instagram とかね、Facebook とか LINE とかメルマガとか、まあ、いろいろあるんですけど、それをサブ要素的に使いながら、王道は検索で探されること、これやっぱりね王道なんですよ。なぜ王道かっていうと、ちょっと考えてもらったら分かると思うんですけど、検索をするということはですね、見込み顧客、見込みになるお客様、しかも申し込みになる確率がめちゃめちゃ高い見込みのお客様なんですよ。だからその方たちに探されると、自動的にホームページを見て自動的に申し込みが入る確率が高くなるんですよ。で、 SNS って基本流れていっちゃうし、もちろん YouTube とかは流れていかなくてそこに URL は残ってるんですが、 YouTube 単体でお申し込みっていうのはなかなか難しいんですね。 YouTube で人柄を知ってもらって、そのサービスそのものはホームページで見てもらうとか、ランディングページと呼ばれる申し込みページで見てもらうとか、いろいろな方法はあるんですけれども、まあそういう状態にしていくわけですよ。ですからこれさっき申し上げたように、作るのに時間がかかるんですよ。だから皆さんが
バーッと作っちゃった後にですね、作り始めるとハードルが上がってしまいます。インスタグラムも昔は1万人とかフォロワー集めるの大して大変じゃなかったんですよ。今めちゃめちゃ難しくなってるっていうことを考えると、非常にですね、早いうちにちゃんと上手に運用できるっていうのがとても大切なことになってくるので、そろそろちゃんとホームページ作ろうかなって人たちが増え始めてるんです。だからそれよりも早くに作ってきちんと育てて、で その育てた子がですね、子がっていうかホームページが自動的に未来の自分のお客さんを呼んでくれるようにしているサイトが出来上がっていれば、プラスで SNS をやるっていうのはそこまで負担ではないんですよ。私のクライアントさんでもちろんSNS はねやられてるんですよ、補完的に。だけどホームページできちんとお客様を呼び寄せて見てもらってっていうところから制約している方っていうのは私が教えているクライアントさんは非常に多くて、そうするとむやみやたらに SNS を時間いっぱい使って頑張んなくてもいいわけですよ。そういう状態作れると非常に経営も安定しますし、自分のね時間も作れるようになるから、ますますいい講座を作れるようになって、ますます売れる人気の先生になっていくっていう、そんな感じになっていきます。はい、ですから今この時代だからこそ、ホームページは作ってほしいなということをお伝えしたくて、今日は動画を撮りました。はい、ということで、本日のまとめでございます。教室集客で自社ホームページを先生が作るべき理由とは、長期的に安定的な教室経営をするためです。で、SNS はどう使うんですかって言ったら、主軸になるホームページに対してさらにアクセスを増やす、見せるということをするためにその SNS 周りを使っていく。だからそれが1個欠けても事業にそんなに大きく影響しないということです。例えばインスタグラムだけをやってる人が、インスタグラム社がなくなったりとかしたら一気に集客がゼロになるんで、やっぱそういうリスクはね分散しておく方がよくって、メインの事業である自分の内容を伝えることができるホームページを持ってるっていうのはとても大切なことになりますので、はい、そのあたりをですね意識してやっていただければと思います。それでは。